はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション兼コンビマンションやっていきたいと思います。さて、トップページのイラスト変わっておりますね。つい撮ってしまいました。でも完全にもうあれですね、クリスマス用の壁紙というか、なんというか書き下ろしがされております。玄関に飾ってあるのはクリスマスリース。てかこれあれだね、リース以外にもさ、すべての窓枠に、あ、会話が発生している。今日は特別よ。教えてあげるからよく聞きなさい。この噴水はチャーリーおじいさんが私にプロポーズをした場所なの。続ける。あ、ちょっと待って、一個戻れない。しまったな。上のコンテンツをダウンロードで OK って押したかったんだけど、おー、ちょっと見逃しちゃったな。ここに来ると寂しい気持ちになるのよ。どうしても彼のことを思い出しちゃってね。ごめんね、おばあちゃん。心臓発作で亡くなっちゃったんだもんね。上のコンテンツをダウンロード気になるな。これ多分会話が終わらないと OK を押せないのかな。それがね、実は心臓発作じゃ、あら、いけない。夜間がチンチンいっちゃってるわ。火を止めに行かなくちゃ。あれ、これ夜間がチンチンってさ、多分愛知とか東三河とかこの辺じゃないと通じないのでは。火を止めに行かなくちゃ。もしかして死因は心臓発作じゃなかったの？まさか他殺じゃないわよね。他殺を疑われてます。これさっきここで OK 押さなきゃダメだったんだね。さっきね、イベント中に上が邪魔だなと思ってさ、タップしたら会話が進んでしまった。12月のアップデート。12月の新作コンテンツ。以下の新コンテンツをお楽しみに。クリスマスや新年がテーマのイベントを追加。温室エリアを1月初旬に開放。あ、温室ってまだ開放されてないんだね。あれよね、入り口のすぐ横の温室って これの話？これ開放されてないんだ。知らなかった。さっきの見えんかった会話ってもう見れないのかな？見れないのかな？一個飛ばしちゃったセリフもう一回見たいんだけど。開始間近。コープウェルベイでクリスマスを祝いましょう。市の職員一同より。メリークリスマス、マディ・ボールトン様。ツリーを用意してリースを作り、住民の皆様と一緒にコープウェルベイをクリスマス一色に染め上げましょう。マディ様の鋭い感性でとっておきのデコレーションを飾りつければ、誰もがあっと驚くような冬の幻想世界が誕生するはずです。最高のクリスマスをお過ごしください。はい。開始間近だからまだ始まってない。さてさて。まずはこれ開けていきましょうか。クリスマスドーナツ。クリスマス仕様の甘いドーナツ。開ける。まあ5分かかるんで待ちますかね。今どんな状態だったかな。これの存在をね、オーナメントの存在を忘れるほどに出が悪い。なんかさ、忘れるぐらいにオーナメント出ないんだよね。あ、待って、他のアイテムドロップと
オーナメントとかのアイテムドロップが被った場合、オーナメントが優先されるっぽいね。今、本来はその、ここからね、芍薬の種が出るはずだったのが、オーナメントが優先されて出たから。あ、なんだ、いつも気を使ってさ、ちょっと、隙間を開けておくように出しとったけど、どうやら気にしなくて大丈夫っぽい。オーナメント優先なのありがたいね。じゃあこの辺はポイッと。ポイッとっていうか、売却。で、合体させますか。3本になりましたね。木レベル6が。これをあの合成した瞬間だけはね、この時計の進みがめっちゃ早い。6、5、4、3、2ってめっちゃ早い。木どうしようかな。まあ4本ぐらいで置いとくかね。で現状この何からやるべきかというと、まずはこれかな。塗装ローラーにはしたい。塗装、ごめん間違えた、間違えたけど今怪我の巧妙だったな。ちょうどよかった。で、そう、塗装ローラーにはしたい。うむ。ペンキ缶いらないんだけどね。あと必要なネジって2つか。マックスのやつ2つか。これはもうお待ちくださいだね。少々どころじゃないね。だいぶお待ちくださいね。とりあえずは一回塗装ローラーまで作る。これ売ろう。お金は回収。ペンキ缶も売る。塗装ローラーを作るよ。よけにペンキ缶が。振りかけはなかったか。せっかくレベル3だしちょっと置いとこうか。7、8、7、8。スペースが足りないな。ちょっと待てよ。
手袋を売るべきか、どうすべきか。悩ましい。お、オッケー。あぶくが。6、7、8。ある程度すいたこの瞬間にこれをやろう。さあ、クリスマスドーナツ。割といいものをくれるじゃない。これはあれか。そろそろ貯金箱をやれというおぼし飯か。そんな気がする。やるか。貯金箱やる前にこれあげるか。うん。お。案外レベル1が出ないっていうね。これしまっとっか。これここに置いとこう。木の苗は。まあ、一回置いとくけど、ちょっとスペース厳しかったら売ろう。あれ？ちょっと待ってよ。いや、昨日の動画なんですけど、申し訳ない。いや、もう、眠くてさ、なんかね、意識が多分ちょいちょい飛んでたかなってのは覚えてるんだけど、動画見直してみたら、意識飛びすぎてて、なんかシーンってなってるところとかもあり、あ、ここ寝てんだなっていう、そんなところもあり、これもう、この部分はもうカットしようっていう部分もあり、まあ結果編集することになりましたねっていう。いや本当になんか途中で何回か意識が途切れたっていうことは覚えてるんだけど見返してみたらひどかったっていうね。あのね、しかも意識途切れた後でなんか喋ってんだけど、何言ってるか分かんないっていうね完全にあの寝ぼけた人間のねセリフだった。こいつ何言ってるのかっていう。こうかな。なぜさ、なんか整理をしたつもりだったのに、ちっとも今間違えたね。完全にも間違えた。ああ。ああ。どうする？苗を売ろう。苗はなくても困らん。どうする？ペンキ缶。これを合成させてしまうのもありか。いや、違う、3つスペース空いてんだから。これはしまおう。素直に。この未使用のペンキ缶はしまいましたよ。で、作り中のペンキ缶もしまい、タイヤ単品ってなかったか。
さっき木の苗を売ったばかり。売ったばかり。まだ入るっけ？あと1個入るね。この半端な木の苗しまっとこう。売る。回収。ちょっとすごいこれ嫌な予感がする。仲間なし。こうだ。手袋売るのもありだけど、まあ茶箱ちょっと出しちゃったし、茶箱一応開けとくか。茶箱は9回後でタップしておこう。問題はこの敷き詰められてしまった盤面。とりあえず今日のお買い物をしておく。手袋1個ぐらい売るかな。どうしようもないが、あ、そう、納品できるものあったっけ。ないか、さすがにないよね。うん、作った覚えないもん。ボルトカッター作れば。いや、その前花、オレンジの花もう一個作ろう。これがね、半端だから。それがいいと思います。もうそれしかないんだよ。この迷路から抜け出すためには。もう迷路とか言っとるけども、一人で迷子ってるだけだけど。絶対スペース足りん。あれ、タイヤってあったね。飛んだ節穴だったね。なんでさっき見えてなかったんだろう。節穴すぎるね。自分でもびっくりした。あれ、今タイヤあるじゃんと思って。やっぱ並べとかなきゃね、分かりにくいんだよ。よし、こうだ。並んだ。こんな時にこの仲間はおらん。あとこの道具箱何が出てくるっけ。これ、ああ掃除道具か。じゃあ今はいいかな。で、これを作るよ。袋はいらない？袋はいらないね。じゃあとりあえず袋は邪魔だから今日は売ろう。本当は置いときたいんだよ。本当は置いときたいけど。よく間違えるな最近。よし、さすがにこれでできるんじゃないか。たまに音が発生してるのに画面には現れてないって現象起こる。とうとうあれか、音の速さを超越してしまったか。これでオレンジの花2個溜まっ
ったから、やっと一個。じゃあプールハウスのパティオの方ですが、ここですね。花を植える完了。終わった。三つか。レベル5を3つ。ハード。なるほど、やってくれるね。レベル3 3つか。どうする、これ一回売る。現状オレンジの花使うとこはないないけど、一個ぐらい置いときたいけど、ちょっとやっぱスペースが厳しいかな。足りなくなったら考えるか。ちょっと貯金箱もう一個出そう。4マス埋めますね。1234と。で売る、キャンセルの、いやこのいつか使う時が来るであろう。で貯金箱を出したんで、他のは一回しまっとくか。もう入らんか。いっぱいです。じゃあ貯金箱を開放だ。1,2 今2ね、2ね、2。3,4,5,6。7,8。9,10。11,12。13。ちょっと数が不安なので、一回ここで合体させてしまい、これさ貯金箱の最大上がったのかな。結局4ができたんだね。あ、じゃあね3をノータッチで合成してみるか。なので2はそのままタップしていこうかな。貯金箱レベル2は17階までだったかな。数変わってないよね。17回タップしとこう。3,4。今4ね。4,4。5,6,7,8,9。あれ？9回？数変わった？9回になった？ 3,3,4,5,6,6 ね。8回でやめとっか。あ、そうか、最初にタップしたら数減るんだっけ。そんな気もする。じゃあ9回という認識でいいのかな。タップ
9階かレベル4ができたんだよね、貯金箱。ってことは8日に、そうだね、8日で1個しか完全回収できないのか。でもこの貯金箱はもうタップしない、置いておく。で、半端で茶色の箱開いたので、茶色の箱もこれタップ数は変わってないかな、アップデートの後。じゃあ9回までやっときますかね。2、3、4、5、6、6ね、6、6、6。6、7、8、9、ここまでね。これ以上やると大変なことに。この辺はもうね、触らないとく。この辺で、これがやっと合成できるよ。とはいえ引き出し単品は大したもんでないからしまっとこうか。じゃああとはよし、普通に出していくかな。今度こそ。ネジハト1個出ないかな。だいぶ盤面すっきりするんだけど。お、これでまだ1個目だもんな。まだ1個目だもんな。次のネジまで長いな。これ使い切っちゃったな。ちょっと切りが良くなるまではやりたい。まだまだだな、17か。次でボルトカッターだけど、先は長そうじゃの。この辺に置いとくか。じゃあもうこれの回復待ちです、待ちです。これどうしようかな、一回置いとくか。でもボルトカッターができれば手袋も一個消費するんだけども、まあしゃあないな。それともネジいく？いや、ノコギリ1個作ればまあ次のことできるから、ノコギリを作ろう。あ、でもこの時間中にノコギリは厳しいかな。使おう。また手袋増える予感がするんだよ。7、8、9、次手袋出たら売ります。
ベースがないよ。まあ回収回収。あ、でももうちょっとレベル上がるんじゃない？もうちょっとでもないか。250、40、45くらいか。うん。あ、でも今日は割とオーナメント系出るな。全然出ない時もあるんだよね。あの存在を忘れるほどに。手袋きた。え、一回置いとこう。一回置いとこう。スペースきつくなったらもう当たり前のように売ろう。泡が邪魔なんだよな。OK。割と順調に溜まっておるかな。うる。こうだな。まだレベル1のが出るんだよな、割とね。頻繁にね。逆にレアケースぐらいしといてくれてもいいんだよ。やっぱりやる気と体力がいかにあっても足りないんだよな。体力が、体力じゃない、タップ数が。よいしょ。ノコギリ。あ、あ、まだ全然か。やっとノコギリ。ノコギリと、まあハケかな、現実的なところは。ハケでよ。できた。これは打っておこう。よし、じゃあ作業部屋5。木の板を修復する。イエイ。うん、あ、壁際のね、木の板をね。あ、これ割とすぐいけそうかな。ちりとりと、いや、ちりとりも結構かかるか。はよ、ボルトカッターを作りたいな。
ネジね、コンテナじゃない、貨物船から無理に出してもいいけど、結局ボルトカッターを作るために道具箱を叩かなきゃいけないのは変わらないんだよね。そうすると別にコンテナ船を使わんでもいいかなという結論になるよね。下手するとボルトカッターのために叩いとったら後からネジいっぱい出てきて捨てる羽目になるのを考えると、まあどっちかというとこれの回復を待った方がいいかな。道具箱レベル8、6をどれくらいやるか。まあまあ順調かな。だってほうきとかはできたよ。ほうきとなんだっけ、あ、そうだ、空の袋2つ。でもこれは開けちゃいますか。どうするか、36秒。また絶妙だね。ボルトカッター1個は作りたかったな。他は無理だね。ダイニングチェア作り始めていくか。1個ぐらいならいけるのかな。ね、これどっちにしろ体力いるんだった。5、4、3、2、1、0、回復。えい、よいしょ。今レベル3だね。5が3つだもんな。後回しだな。2つぐらいいけるとかさっき大口叩いたけど、無理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 。1個でもきついよな、レベル5が。よし、じゃあもうオレンジの花1個もないし、作っておいて損はないべ。途中で終わる気がするな、これだね。じゃあこれで作業部屋がちょっと進むかな。床の土を掃除する完了。でもだいぶすっきりしたね。こっからですよ、こっから。うん、あ、やっぱり水道の方、あのあれなんだね。樽型もレベル8道具入れも待ちです。ってことはこのボルトカッターも、ボルトカッターかける2もまだいけぬ。土ならしなどとんでもない
ノコギリも無理。一輪車も無理。で、こっちのアイテムは、できればボルトカッター作ってる最中に自然にできるのを待ちたい。実質1個自然に割とできたし。これしまっとくか。あとは手袋しまっとくかね。秋もできたとこだし。で、貯金箱とこの茶色の宝箱レベル1には触らんのはいとく。で、残りは今日も受け取れるようなアイテムはないかな。ひょっとしてさっきクリア報酬でなんかもらったかもしんないけど、ちょっと見てなかった。あとはもう、隙を見つけていっぱい作っていくかな。ダイニングチェアに関しては今からやれるとこまでやろう。これが何気に邪魔だな。完成しているわけでもないのに。まあしゃあないか。でダイニングチェアを懲りずに作っていこう。まあ、回収しちゃっとくか。置いといてもな。これレベル4。よいしょ。そろそろ切れるよね。さすがのさすがに。4、3と。これも売ってしまおう。泡が何気に障害となるな。よいしょ。これで1個はできた。道のり長いな。これくらいにしとくか。調子に乗っても後で苦しいだけだって。じゃあね、まあ、こんなもんにしといて、この椅子をあと3つ。違う、あと2つだ。ごめん。あと2つ。ダイニングチェア、なんか、4隅に椅子置いてあるイメージあるけど、3つなんだね。あとはもう、
延々と、まあ、土ならしかノコギリか手押し車のためにまず樽型の道具入れとこのボルトカッターのためにこちらの道具箱の方をタップしていきますかね。とはいえ現状はもう体力がほぼありませんのでここまでにしておこうか。今受けと、あ、受け取れるじゃん。でもちょっとあんま時間ないから次回にしようか。よし、ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はこの中のタスクの2つぐらいはクリアできる状態にして始めますかね。できればボルトカッター1個作りたいよね。これの1個上なんだけどね。うん、では失礼します。